中村武史のサンキューチャンネル。だから俺バッターでね、コーチ時代もよく言ったのは、まずコースを絞りなさいって、うん、インサイド打つのか外打つのか、うん、で次に球種を絞りなさいって、まっすぐか変化球かで、次に、ね、打つ方向を決めろって、うんうん、これが大事なんです、うん、安井選手は打つ方向まで決めないんですよ。外のスライダーなど、うんうん、でそれで打ってショートゴロ打っちゃう。でもいい選手は外のスライダー来たら右中間に打ってやろうとか、打つ方向まで決めてるわけです。だから打つ方向を決めたら、うん、いらん球は手出さないですよね、うん、だって外のスライダーレフトに打とうと思うやつおれへんやろ、うんうん、まあまあ打つのはねなかなか難しいんですけど、僕は横浜のバッターね、佐野選手にしても牧選手にしても宮崎にしても、うん、そうね、あの3人は能力高いな。でも佐野はやバッターやね。バッターですね、うん、やっぱりバッの出中か、バットが出てくる角度中か、そう考えると我々の時代よりちょっと数減ってきましたね、いいバッターっていうのは。そうやな、やっぱり何ちゅうんかな、これだけピッチャーがさ150キロ後半まで出して、うんうん、で球種も増えてきて、うん、でバッターの練習って言ったらずっと変われんでしょ、うん、だからやっぱりその辺でやっぱりちょっと変え、練習方法もちょっと変えていく必要があるのかなって。まあ、今年なんでそれがね、数字に打者部門などねバチッと出てますので、3割バッター 3,4 人ですもんね、セリフに関しては。だからそこでやっぱり160球、まあ大谷なんかみたいなノーセップで、うん、ここだけですもんね。そう、ほんで鈴木誠也もこの間見たら足の相方を小さくしてるから、ね、ここはないですもんね、うん、だからやっぱりピッチャーの球が速くなればなるほど自分のモーションも小さくしていかないと、自分の形で打ってたらやっぱやられてしまうよね。まあ、でも今年にかけて投高打低で、まあ投の方はねものすごい、もうあんだけ今年以前ノーヒットノーラン完全試合です、考えられないですよね。意地と根性がないですかね、バッターのセンディーでもするやろそれやったらお客さんそれに耐えれないですかね。ブンブンハロー YouTube。 まあでも普通ならですよ、今の村上もあんま勝負避けるじゃないですかね、まあいろんなとこで勝負するとかしないとかやってますけど、一応前はみんな勝負してるじゃないですか、ね、まあでも今はもうヤクルトと DeNA がちょっと差開いてるから、まあまあもう勝負です、うん、これやっぱり争ってパ・リーグみたいな争いと勝負してくんない、うん、あそこまで記録はできてないかもしれないよな、うん、まあ、そうにしても野手陣はね、うん、もうちょっと頑張らないと。でもデッドボールもそんな多くないんでしょ。多くないです。だってインコースの厳しいボールっていう言葉はもうなくなってますよね。あ、とりあえずまっすぐ投げるのが減ってるじゃないですか、うん、ツーシームだとかスピリットだとか、こういうボーンってくるまっすぐ。昔エモさんでピッチャーおって、はい、高橋さんがあったんで、うん、ベンチからこれのサイン出たらしい、はい、アルカス、はい、でエモさんがボーンとか出て首振って勝負やるとか言って、で、まあ、エモさんみたいなのを見たらベンチと話で行く、うん、はいはい、で高橋さん1球目仲良かったらしいの、高橋さんと、はいはい、1球ぶつけられたらしいので後で話聞いたら、お前に4球も投げるのもったいないやろとか言って、デッドボールやったら1球で終わりよとか言ってまあまあ素晴らしい考え方ですよねまあでも今はもう去年までやってましたけど、うん、あんまりミーティングとかでもね、まあ、バッターに恐怖感を与えろとかそういうミーティングはないですよね。持ってる球種、まあ、どちらかというと技術で抑えなさいって、うち、まあ、だから空振りも今少ないですよね。だからゴロ打たせろっていう感じ、まあ、それは球数がもう限られてる。でもさ、バッターから言うたらインサイドの球ってくるやん、バーンってくるやん、はい、バッターからしたらここの球投げてくれたら次の球が読みやすくなる、うん、インサイド来た後に何が来るんやろってずっと考えてたから、ここに3球も4球も投げてくるピッチャーっていないから、1球か2球来たら絶対外行くわけよ、うん、だから張りやすかったよな逆に。まあ僕らはもうとりあえず打たれることを前提に、インコース投げてバーってひっくり返ってアウトコースで打たれたら別に怒られないですよ、はい、やっぱりインサイド行って長打打たれたら怒られる。まあでも打たれることはまあ一応インコースにちょっと厳しいボール投げて次打たれる分にはあんま言われないですけど、しかしピッチャーってさ、インサイドストライク投げる練習してないでしょ、キャンプしてないです。厳しい球でしょ、これ、ね、まあ、ピッチャーが一番首振るのはインコースのまっすぐですよ。これはもういまだにそうですよね。やっぱり自信がないのか、ぶつけたらあかんのか、あかんのか、そこはちょっと人によって違うんですけど、でも投げないと抑えれないやついっぱいいるじゃないですか、まあ、そりゃそうやな、はい、広く使うんだな。そうです、そうです、うん、だからキャッチャー的には
投げてほしいんですけど、この枠の中でっていうのはなかなかプロのバッターっていうのはね、打ちようよな、打ちますよね。なおかつ球種張っててコース張っててパチッと当たった時はね、まず打ちますよね、うん、プロのバッターは。だからキャッチャーっていうのは意識させる仕事やんか、うん、バッターに、うん、でバッターは逆に意識させられたらあかんのよな、まあまあ考えさせられる、そうそうそう、まあ、そこでちょっとね変な間とか迷いが出るから、うんうん、ここからも面白いよ。ピッチャーはどうですか今セリーグで一番いいピッチャー。セリーグいますかね。すごいの絶対的パリーグの方が多いな。パリーグの方が多いですね。だって山本とか、ね、佐々木とか、まあ、その辺はほぼ点取れないですよね。点っていうよりヒット打てないですよね。セリーグはいますかね。巨人だし広島先発ピッチャーですよね、まあ、先発抑えだとやっぱ栗林とかいいですよね、うん、ちょっとボールがうなってますよね。誰おるやろセリーグで先発やったら。いや僕は一押しは中日の高橋宏斗です。あ彼はもう、まあ、多分将来メジャーに行くと思うんですけど、まあ、もうまだまだ伸びますよね。ちょっと球質が違いますよね。あそう、はい、やっぱり分かんない。現役の時に新しいルーキーのピッチャー入ってきて、はい、受けた時に、はい、あこいつは勝てるピッチャーになるなとか。ああ、まっすぐと変化球のフォームがあんま変わらないのと、まっすぐに近い変化を一つ持ってるやつと差がある変化を持ってるやつは大抵勝ちますよね。だから川上憲伸がピタッとはまったんですよね。僕が ルーキーの時にあのカーブとまっすぐとあと小さい変化があったので、まあ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 勝てるんじゃないかな。やっぱり昔ね、緩んだらもう分かるじゃないですか。須藤さんとかさ、もう絶対カーブの時緩んだらもう合うわけじゃないですか、タイミング。腕振ってカーブ投げられたら、うん、なんか、わーんと投げた後にボールが出てくるような感じですよな、うん。まあ昔は今中とかね。そうそうそう。だから腕は振れてんのに、振ってんのに、ボールがまだ、こう、後ろ側に折るような感覚だよな。須藤さんとかでも、たまに、年も聞くんですよ。どうやって打つんですか、打ったんですかっていうことは。まあまあそれで答えてくれるんですけど、カーブなんか分かるって一回言ったことあるんですよ。なんか癖かなんかあんのかなと思って、でもまああんま大した癖もないんですけど、やっぱりなんか合うんですよね。ここで分かるんですよ多分ね、カーブやっていうのがね、うん、緩むよ緩む、うん、全体的になんかもうカーブ投げる雰囲気が出るんですよ、ね、カーブ投げるボールで分かるっていう。俺あの牧原なんか何言ってもどんだけ調子あると思う。そうそう、広島の選手はカーブをね打つんですよ。もうカーブマシンばっか打ってくる、うん、だ今中も結構打たれたんですカーブは。バッターは緩い球と速い球と絶対緩い球の方が打ちやすいんだよ。速い球打ちにくいん、うん、ミスも多いし、まあ、でもね、まっすぐも打ってたし、まあ僕は今高橋宏斗かな、うん、先発やったらね。一回でも佐々木とかのあの球立てみたいよな。どんな球が出るのか。ブルペンはすごかったですよ。あそう、うん、でも試合だとベンってまっすぐじゃない、そこまで の、うん、あの体感はないらしいです。あそう160何キロ。あそうなん、はい、あただまあ速いのは速いですけど、なんともならないっていうあれフォークボールが厄介らしいです。 あれが全部まっすぐ見えるらしいです。あ同じ軌道でこれ、はい、だからまっすぐだけ絞ってたらまっすぐだけやったら、まあ、なんとなくいけそうな。でもこれがあるから、じゃあやっぱフォーク意識するからな、うん、でしたらこれがまたあれやからって。まあでもまあ徐々にね、ちょっとさすがプロのバッターですよね。バット当てることぐらいできてきてるので、うん、あのキャッチャーはどうですか。ロッテの新人、あ、はい、松川君。松川、まあ、最初見た時はいい意味で衝撃的だったですね。あそう、俺怖いなの高卒でね、自分と比較しても、まあ、ボールも取れなかったです僕らなんて。試合に出てね、ボール取ってって、まあ、もう考えられなかったです。もう何いいですいいですかって一応聞かれましたけど、そんなんいいもん悪いもんいいのに決まってるやろこっちって、うん、もうそれ以外何がいいですかって聞いて、もう何にもそういうのはないけどいいやろっつって、うん、まあ炭谷銀ちゃん以来ですよね。高校生であれだけ抜擢されて。あ銀ちゃん京都やろ。京都です京都やな。全然挨拶来てくれないですけどね。大先輩ね。京都どこ住んでるんだったでしょ。僕の先輩韓国でも一応ね指導してたので、やっぱりレベルは申し訳ないですけど年間戦ったら絶対日本負けることないですよね。ないな。チャンネル登録よろしくお願いします。ツイッターインスタもよろしくお願いします。